I'm Katsu Tanaka, Bearpoint Espresso. And I'm interesting. コーヒーを興味を持った理由、最初は全く持ってなかった。コーヒー自体、自分の中では、興味はなかったし、コーヒーっていうものを作ろうと思ってたこともないし、その時にダラーコーヒーでワンダラーコーヒーでドーナツとコーヒーがセットで1ドルで地下鉄の上がったところにあって、だそういう中でしかコーヒーなんてのはなかったの。それをもう一回見直そうっつって、イーストビレッジ、今でいうナインストリートとかグランピー、ギミコーヒー、そういうところがなんかあるジョーですね、ウエストビレッジのがもう一回コーヒーを見直そうよって、それで初めてあのニューヨークでコーヒーと僕が対面した。自分が飲めたっていう喜びと、それからコーヒーってこんなんだっていう初めての喜び、それは僕の今のコーヒーの原点かもしれないですね。基本的に僕は最初のすごい長い時間ラボにいました。基本的には数年間っていう、まあ最初にあのカウンターカルチャーっていう、あのノースカロライナのロースターのところで徹底的にコーヒーの知識、それから味の取り方っていうのを、その時にはもういちいちワシントン、僕はニューヨークに住んでたんですけども、ワシントン DC のところまでアムストラックで乗って、朝の6時の電車に乗って9時からラボが開いて1時か2時まで、ニューヨークを離れる時にケティなんかそうですけど、カウンターカルチャーのケティとかマークとかギミコーヒーのマークもそうですけど、全員行ったことが何かあったら、私たちは日本のパスポートを持ってない、日本語わからない、あなたは違う、あなたは日本人だ、日本で働くことができるチャンスを持つ、私たちの代わりに新しいバッファローへ、あんたがニューヨークでサードウェーブを作ったように日本で暴れてきてほしいって。1989年に僕は最終的に日本を出たわけですね。で帰ってきたのが2000飛び約8年かなんか、約20年近く一度も僕は日本に帰ってないっていうのはまず一つ。それで帰ってきたところで、僕が知っている東京はどこかというと代官山とか表参道だとかで、そうなってくるとそこ行ってみたんだ、なんかピンとしないんですよ僕から見ると。20年ぶりに帰ってきた東京でピンとしなかった。ただでも帰ろうかなっていうか、もう未だに向こうに住んでるんですけど、結局グリーンカードホルダーつって、基本的にはアメリカで住んでて、アメリカで税金払う、ただパーミッションがあって2年ずつのパーミッションでアメリカを離れていいですよということなんですね。帰ろうかなと思ってた矢先に、下北沢は僕はあんまフォーカスしなかったんですよ。ただいいなと思う中の一個には入ってた理由は、山手線から外に、中は嫌だったのね。ここの下北沢が、僕が約1995年から、まあ、未だにずっといるイーストビレッジにそっくりだった。古着があって、本当にちっちゃなお店がいっぱいあって、バーがあって、でアーティストもいる、ミュージシャンもいる、でこれすごいイーストビレッジに似てるなって、すごく居心地が良かったな、カンファートだったわけですよ。でましては山手の外だし、であとはあのそんな中でコーヒーのニューヨークの発祥はイーストビレッジですから、最初にやったら、そうするとここって一からできるんじゃないかなと思って、まず下北沢に決めた。